プレイボール、どうもタムヤンです。スーパーファミスタレトロ、今回はヤクルトスワローズと対戦だ。さあ連勝したいね。小川さん、初球から振っていた西川、やばい、すごいカーブだな。3球三振、初見は厳しい。さあ2番中田、バット長く持ってフルスイングでいくか。どうだ、追いつかれた。ドーム球場、3番太田、高く上がった、長打コース、エラーしてる。サード逃げる。さあチャンス到来、4番近藤絶好調、抜けろ、おーっとタイムリーエラー出ました。すかさず二塁へ。さあ押せ押せだぜ。なあ、まさかのヤクルトエラー2連発ラッキーな1点ゲットしました。いいぞ。おー、1番塩見、打率低、足速っ、ケイ。2番青木さん、うそー、よく打つなヤクルト。山田テッドか。1塁空いたな、山田テッド、勝負だ。足も速いね村上さん。4番村上、一塁空いてるから無理しないでいきたいな。ここは無理しないで、よし、足速いな、危なかった。最後6番清水、2球2球ぐらいストレート投げそうなね、小川さん。お、叩きつけるバッティングきた、アウトか。くー、小川さん積極的に打っていこう。3球のうち1球はストレートきそうなピッチャーだね。ほら、そう、3球連続ボール球投げる、平気で投げるピッチャーたくさんいるからね、このゲーム。小川さんはなんか、ほらストライクが来るから、まだ三振せずに戦えるぞ。どんどん行こう、積極的に。5番エスコバ、おー、バット振ってるけどそんなに怖いバッターじゃないでしょこれ。パワーはなんか外国人だからあるのかな、わかんない。雄平、12本、あ、ジャストミートされたかこれ。おい、ドーム球場か、ここ広いな、やばい。オッケー、ナイス守備。でも1点では全然分かんないからね、このゲーム。ピッチャーでホームラン打ったからね、何試合か前ねフルスイングしたらね、いけるよ。さあ西川、最初三振、でも小川さんはもうどんどん振っていくピッチャーだね。おー、カーブ打ちづらい。さあ中田、転がせば中田、リリリリリー、いけんじゃないこれ。オッケー、さあ太田さん、ツーアウトだからね、ヒット打たないと。ああ、ダメか、打順の巡り合わせが悪かったな。
続投か。うわー、長打コース。小川さん打ちやすいからもうロング。危ない、ホームランで逆転されるぞ。嘘でしょー、危ねー。大きい。嘘でしょー、危ねえ。助かった、広い球場で。さあ4番今度、集中。あ、ボール球も使ってきた。やられた。バット調子よく振ってるとボール球使ってくるのかも。いやー、強烈な当たり、エラーしなかったね、よくは。清水。なあ、ダメだ。淡白な攻撃。投手戦になっております。山田哲人。よし。これは大きいよ。村上さんが。打率は低いんだけどね。よし、打ち損じた。よしよし、こっちにエラーがないのがいいよね、日ハム。オラオライセンター、素晴らしい、センター西川。さあ攻撃陣踏ん張ってほしい。実は小川さんから打ててないっていう。侮ってはいけないね、小川さん。防御率4点だから点数取れそうなもんだけど。やばいぞ。もうカーブはね、ちょっと捨てたい、打てない。あー、次1番バッターからにするか、ここはね。もう3球三振でいいや、これ三振で次の回勝負だ。さあ次の回楽しみだ、1番から。雄平、インコース、アウトコース、はい、アナウト。広岡さん、あ、ちょっと疲れてきた。いやー、逆疲れたー。ピッチャー交代か。あ、疲れてきたね、カネンコ。じゃあ交代、噂は走りだ。あ、やばい、オールセーフ、大ピンチ。あ、小川さん交代、代打誰、島さん。うわあ、おれおれおれ、満塁か。ワンアウト満塁。フォークから入るか。フォーク3球で三振でいいんじゃない。ダメか。よし、タッチアップ来るな、これ。タッチも来ない。青木さん、しびれるねー、この戦い。これぞ野球だぜ。おらおらおら、いよーし、守りきったー。これはでかい。これぞ野球だ、楽しいぜ。じゃあ石川さん、フォークから入るタイプ。あ、ボール球押しタイプ。内野だ、よし。西川いいよ、リー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 。さあ中田、おいおいおい、
背中通ってったよボール。ボール玉先行か。いたたー太田さん。ボール玉多いなこの人。うわやっぱりな、厳しい。この、こういうピッチャー苦手。ツーストライクまで待つか。ストライクが来たら打てばいいというね、シンプルなルールだぜー。あれ？ワンアウト。あちゃ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 ー。なんてことだ、大チャンスを。よし、山田哲人を抑えたのはでかい。そして村上さんだ、怖いのは。おらいおらいおらい、今のは打ち損じたな。助かったぜ。スコア調子いいのか。あーれー、前の回チャンス逃したからでかいな、これは。疲れてきたか。ほらほら、定位置。いやー、ツーアウトから打たれたな。一発。さあ、ラッキーセブン。長く持とうかな。ダメだ、このボール球多い人苦手。振っちゃうからな。なんかシーマン、やばい、石川さんにロングリリーフされるな、これ。お、どうした？そんなことあるんだ。エラー来たよ。三塁も決定。やめとこか。今行った方がよかったか。ワンさん頼む。あー、何だったんだろうね、あのセンターのエラー。たまにあるんだね、ああいうの。あ、疲れてきた。ピッチャー交代。次ピッチャー回ってくるのにな。うわー、あと2人。厳しくなってきた台所事情。下位打線しっかりしっかり抑えたい、ここ。ほらい。さあ次ピッチャー交代するのかな、相手。ここ、おー来た、ピッチャー交代、嬉しい。石川さん打てなかったから。よーし、さあ新たなピッチャーだぞ。8回勝負。防御率 6.2、 高梨さん。これ宮西のとこだからちょっと帰れないから、じっくり球筋見ようか。あ、フォークあるのね。おお、あわよくばフォアボールお願い。ストライクか。おお、ストライク投げてくる感じかな。微妙だね。振っていこうか。いいね、西川、左中間真っ二つでしょ。三塁、あ、ホームもいけるこれ。あ、ホーム投げてきた。三塁投げたらもういけたのにな、今。さあ、ワンアウトで中田、大チャンス。あー、最悪だ。返してほしかった今。
っしゃー、バット長く持って叩きつけた太田。中田がダメなら太田がいる。やりました、畳み込め、いきいき、あちゃー、いや貴重な1点取ったよ。さあこの1点守りきれるか。1番バッターから足早い、よし、青木さんアウトコース、ボール球振らないね、インコース、よし、フォークだ、振らないね、あ疲れてや、勝負、よーし、最高のボールいったね。山田哲とか、ここキッピンしよう、村上さんか、勝負、山田哲人は盗塁防げない、9回もあるから、あ疲れてきたな、ピッチャー交代するか、うー迷うな、次ホームラン打たれた人でしょ、ピッチャー交代か、ピッチャー交代、秋吉、いやーナイスー、日の出るような当たり、ラッキーだった正面、いやーもうギリギリの戦い、渡辺バットを長く持って打ちました、清水打てん、清水は守備要員なのか、なんかシーマン、あピッチャー交代、清水もちょっと打順下げようかな、中島の方が打つっていうね、ほらこの足の速さで、オッケー、盗塁盗塁、中島、おお、さあワンいっちゃえ、中島ワンのコンビで1点取りたい、あらまあ1点差、しびれる展開、エスコバー先ほどホームラン、2回はないよこれ、エスコバーでホームランバッターじゃあるまいし、届かないこれセーフだ、走ってくるか、雄平走ってきた、うそー、日の出るような当たり、もうピッチャーはいない、疲れてきた、中村インコース、よっしゃ、あとツーアウト、ツーアウト、あピッチャー変えれるのか、坂口、え何それ、打率1割5分代打で、ヒック、おらおらおら、よかった代打が弱くて白氷の勝利とはまさにこのこと、うわー同じ8安打、打率低、三振相変わらず多く7、いやーこれ勝因はもう運かな今回ね、なんとか理想的ではなかったよ、上位打線打ってくれましたね、中島、清水、あれ清水がキャッチャーか、ずっと違うこと言ってたな、え失礼しました、日ハムファンの方、ちょっと待ってよ、ショート清水じゃないんだ、なんかどっかのチームと勘違いしてるねショート中島ね、怒られるわ、キャッチャー清水、ファースト中田は合ってんだよね、サードが近藤で、セカンド渡辺、センター西川で、ライト太田、レフトワンだよね、オッケー中島さん清水さん、日ハムファン失礼しました、
次回もお楽しみに。さよなら。